ナッコーって言ってください。ナッコー、やがってるナイス。はい、どうもこんにちは、ベンベンセブンと申します。今回は数字感度を一つずつ徹底解説シリーズ第13弾ということで、毎日感度変更マスターがお届けしていきますよと。この肩書き多分3ヶ月は越すると思います。ご了承ください。いや、そんだけ嬉しかったんすよ。ご了承ください。ということで今日は74リニアやっていきます。ジェンバー店の感度を数字感度にしたらっていう感度ですね。デッドゾーンに関してはすごく難しくて、ジェンバーテンさん 2% とか 3% にしてることが多いんですよね。で、だいたいなしが詳細感度でいう0、小が詳細感度でいうデッドゾーン5とか6くらいなんですよね。だからちょうどなしと小の間がジェンバーテンさんのデッドゾーンにだいたいなってます。両方やってみたんですけど、まあ、ぶっちゃけ近距離の火力はなしの方がちょっとだけ高いかなっていう感じです。中距離とかはなしだとめちゃくちゃきつくなるので、俺的にはショーの方が万人受けしておすすめ度1上がるかなっていう感じでした。一応解説では両方に当てはまる特徴を紹介していきます。今言ったことを頭に入れて聞いていただけると幸いです。あとフリークはつけずに撮影しています。ジェンバーテンさんのコントローラーってちょっとスティック高いようにカスタムしてあるとか、純正コン使ってるとか、いろんな情報があったんで、トリマ今回はなしでやりました。まあ当然高感度なので、あった方が扱いやすい人は全然つけていいと思います。今回も流れはこんな感じ。背景にはこの感度を使用したクリップを流しています。よかったらそちらも見てみてください。いや、やっぱむずい。努力量がめちゃくちゃ反映される感度だと思ったので、ジェンバーテンさんがどれだけ努力してあのエイムを手に入れたかっていうのがよくわかる感度になってました。ただ思ったより高くない。ジェンバーテン感度って聞くと常人には扱えないとんでも感度っていうイメージですが、 ADS4 のリニア意外と普通よりちょっと高いかなくらいの感じでしたし、今までで一番近距離がちゃんと追える感度でした。マジでジェンバーテンっぽいプレイができるめちゃくちゃ楽しい感度でしたね。SMG の圧倒的火力、ほとんど全ての相手の動きを ADS で追い切れますし、相手の切り返しへの対応、とっさのエイム、全て近距離だとこれまでの感度に比べて頭一つ抜けていました。キャラコンがサクサク。腰打ち感度7についてなんですが、やっぱ高いですけど、ここは慣れればいけます。ジェンバーテンさんはこの腰打ち感度についてムーブが一番スムーズなんだって言ってましたが、それは確かにすごく感じました。サクサクキャラコンってか立ち回りができて、慣れるとストレスとか全然なかったです。そしてメリット最後、意外とエイムアシストも効いてる。腰打ち感度7なんで、とっさのエイムがちょっとずれる時があるんですけど、そこはしっかり ADS すればエイムアシストがちゃんと弾が当たるあたりまでは持ってきてくれるんですよね。クラシックほど吸い付く感覚はないんですけど、覗くのさえ怠らなければ初段しっかり当たりました。慣れるのが大変。高感度慣れてないと慣れるのに結構時間がかかるかなっていうふうに思います。自分はもともと結構ハイ選手だったので割と早い方だと思いますが、それでも2時間ぐらい腰打ち感度7になれるのに時間がかかりました。とっさのエイムがちゃんと合うようになったのは相当後でしたね。ちゃんと使いこなせるようになるのはどれぐらい先なんだろうっていう風な感覚がありました。あとメリットで言ったエイムアシストの話ですが、しっかりエイムアシストが当ててくれるのは初段だけで、初段以外はエイムアシストあんまり感じないんですよね。なのでしっかりリコイルする、そして敵を追う、この練習は相当必要な感度だろうなっていう風に思いました。そしてデメリット2つ目、打ち合いの距離にかなり制限がある。SMG の距離を保つ必要がめちゃくちゃあります。それこそジェンバーテンさんみたいにこの感度の腰打ちもバチバチ当てれるぐらい極まってるなら別ですけど、そうだったとしてもジェンバーテンさんも SMG の距離感から出ることって結構少ないですよね。あと301とか AR の距離に関してはデッドゾーン小にすればそこそこいけるとは言っても、クラシックの ADS3 とかとはほぼほぼ 100% 打ち負けるぐらい難しいと思います。SMG をもうひたすら練習しまくって AR の距離でも打てるようになればそこそこいけるとは思いますが、それでも結構な練習量が必要だと思います。まずはおすすめ武器 SMG です。完全に SMG、 ひたすら SMG で戦いましょう。言うまでもないとは思うんですけどね。そしてキャラ、
中距離で火力を出さないといけないキャラ、ホライゾン、パスファインダー、ランパートなどは結構きついかなっていう風に思います。それ以外なら何でも OK なんじゃないでしょうか。基本的にキャラっていうよりは近距離を敵と保つ立ち回りが大事になってきます。ということで今回紹介した74クラシックおすすめ度は星2となります。デッドゾーン小だと星3ですね。すごくサクサク立ち回れるし、火力自体は安定しないものの、ワンマガ率が結構高かったり、本当にジェンバーテンさんみたいな高い火力が出せる場面もいくつかありました。でも慣れるのにすごく時間がかかるっていうところがこの企画的にはかなりマイナスですね。火力は本当に高いんですけどね。ってところで星2オア3とさせていただきました。この感度、ジェンバーテンさんの才能というか、むしろ努力量がめちゃくちゃわかりましたね。いや本当にすごいです、あの人。まあ、僕なんかが言うまでもないと思うんですけど、 LGS で見れなかったのがめっちゃ残念。いや優勝おめでとうなんだけど、めっちゃ残念でしたよね。ということで今回もベンベンがお送りしました。最近コメントで質問すごくいただいててめちゃくちゃありがたいんですけど、基本的には結構細かいところで、この動画シリーズでは解説はしょったりしてるとこだったりするんですよね。なので今度そういう質問に対してトータルで答えるような動画も作ろうかなと思ってます。なので今のうちに皆さん質問とかあればぜひぜひコメント欄で教えてください。あとね、5000人目前です。めちゃくちゃ伸びてきてる。ベンベン仕上がってる。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。最高。